はいえー、こんにちは今回は、えー、ホテルサンルートソプラコビヴアネッサのレビューをしてみたいと思います、えー、ホテルの外観はこんな感じですそして入り口は、えー、このようにおしゃれになっていますそして今回私は4500円で泊まりましたそれではこの後ホテルの内部のレビューをさせていただきますどうぞ、はいえー、今回、えー、私のお部屋は、えー、こちらの901ですね カードはカードキーになっております。こちらの方にかざしてもらうと、えー、ドアが開くようになっています、えー。部屋に入りますとね、こちらの方に、えー、入れてください。するとライトがパカッとつくようになっております。えー、それでは、えー、まず部屋の方ですね。こちら側のベッドになりますね。えー、なかなか、えー、広いベッドで、 まあ、ゆっくり睡眠できるかなと思います。で、ベッドの横にはね、こちらのコンセントがあり、えー、その下には小さなミニテーブルがあります。で、こちらの方にね、こういったリモコンが入っています。で、こちらにじょ、えー、何ですかね、これ。空気清浄機でしょうかね。そちらがあります。えー、コンセントはね、ここにもあるし、まだこちらの横のね、ここにはね、あの、コンセントがこのようにね、 あります。えー、欄のケーブルが入れるところもあるし、えー、結構ね、パソコンで作業する方には結構、えー、便利かなと思います。テーブルはね、このようにちょっとコンパクトになっておりますけど、まああのー、ちょっとした仕事や、えー、パソコン作業するには、えー、まず問題ないかなと思います。で、このように、こちらにハンガーをかけるようになっており、えー、こちらに、コーヒーですね。コーヒーを入れるようになっています。 で、この下には冷蔵庫があり、えー、こちらに椅子がありますね。で、ここ、部屋入ると、こちらの方にテレビが、このように、えー、ベッドで寝ながら見れるという、ほんとね、なかなか本当うまくできてるなと思います。それではちょっと洗面所の方ですね、ちょっと入ってみたいと思います。電気をつけてみます。えー、トイレはね、このような、えー、一応、 よくあるウォッシュレットという形です。えとてもね、清潔でえ、こちらにはタオルがあり、こちら、ドライヤーも備え付けてありますね。で、こちらには、えアメニティですね。このような形です。え櫛から歯ブラシ。え一応すべて揃ってますのでえ、何も用意することはないと思います。えこれは何でしょうかね。フェイスハンドソープ シェービングという、なんかそういうものがなんかあるんですね。まあこれもまあ使って。で、ここにもね、またこんな感じでコンセントがあり、えー、とてもね、清潔かなーという感じですね。で、ここのね、いいのはね、これ、えっ、ー、と、洗面のルームですね。ここがあのトイレの、と洗面所のところですね。で、こちらがちょうどバスルームと、これに、ね、分離しておって、えー、バスルームがね、とてもこのようにあの広くなってます。えー バスルームが別っていうのが、もうほんとね、えー、ビジネスホテルではなかなか、えー、珍しいかなと思って。やっぱりこれってね、ゆっくりできますよね。ここに湯をためてね、ゆっくり、あのシャワーかあ、ニューヨークタイムという形ですね。まあ、このような形で、えー、シングルルームですけど、えー、ホテルの、えー、中の様子を、えー、紹介させていただきました。えー、こちら、えー、鍵の 様子ですね。このような形です。本当にね、とても綺麗でね、ここはなかなかね。で、あの、えー、とドアにね、プリーズメイクアップザールームとかね、ルゥーノットシステム、これはね、えー、このように、剥がせるようになってますね。ペタッと、このように、表に貼っておけば、まあ、ゆっくり寝たい時なんかは起こされないで済むかなと思います。そしてねあの、このホテルにはね、このような宿泊者限定ディナーというのが、 こういったサービスもやってますね。えもしえ興味ある方は、えこちらのえディナーをえ注文するのも、まあ、ありかなと思います。え以上簡単ですが、えー、こちらのホテルの室内の様子を撮らせていただきました。ありがとうございました。